いや、言い合い前ミーティングって、なんか今更話したことあるか。まあ、日本一になるために今のチームに何が欠けてるかってとこだよね。いや、俺らトップとして3年間部活いっぱい続けてきてさ、強豪校とバッチバチにやり合ってきてるわけじゃん。うん。だから今までのやってきたことをコート上に出し切るだけなのに何を今更話したのって話だよね。いや、まあそうなんだけどね。あ、来た来た来た。いいです、中山。俺はサーバンドボレーを取り入れようと思って。うん、普段グラウンドストロークがメインなんだけど、うん、サーマンドボレーを織り交ぜることによって相手の意表をつけるじゃん、うん、だからそこに勝てる団体戦1本は取れると思うんだよ。あ、来た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 。そこで前回と違うのが、まあ、やっぱり去年バチバチにやり合って山田高校っていうのが地方の予選で落ちてるわけじゃん、うん、今回ちょっと違った色の位牌になるんじゃないかなって個人的に、うん、あ、来た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 。うわ、しげびっくりしたな。成長のおばさんだよ。毎週目標日5倍で非常勤だから。あ、来た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 。お前らさ、やる気あんのかよ。いい早前最後のミーティングの大事な時にそんなクラクラしてさ、去年の先輩の準優勝の姿見て悔しくなかったのかよ。俺は日本一にならなきゃダメなんだよ。もうやる気ねえなら帰れよおめえらよ。勝とうぜ、行こうぜ。気合入ってんじゃん。はい、絶対勝ちたいね。去年悔しかったね。でもお前下から2番目なんだよ。まずはレギュラーになれるように頑張れよ。はい、あ、はい、あ、そうです。やめるか。